2023現役 NPB 選手なりたい顔ランキング。先日人気バラエティ番組月曜から夜更かしにて2023年度のなりたい顔ランキングが発表され、その結果がネット上で話題を呼んだ。ではプロ野球界ではどうなのかというわけで、先日男性野球ファンを対象に2023年時点での現役 NPB 選手でなりたい顔を調査。ツイッターを通して2日間で約640件ほどの返答をいただいたため、今回はその結果をランキング形式で発表していこう。視聴者の皆様、投票していただいた皆様、ぜひチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それでは早速発表に移ろう。まずはなりたい顔ランキング10位。投票者からは、あっさりとワイルドのバランスがいい、美容室後の写真がかっこよすぎたという意見が集まったこの選手は、東北楽天ゴールデンイーグルス伊藤幸也。昨年 DeNA よりトレードで楽天へ移籍した伊藤幸也だが、今季は自身初の開幕スタメンを勝ち取り、7月上旬現在ここまで登録抹消されることなく1軍でプレーし続けている。ちなみに先ほど上がった美容室後の写真がこちら。まるで人気モデルや人気アーティストかと言っても差し支えないほどのイケメンプリであり、この顔に憧れる男性も多かった模様である。続いてなりたい顔ランキング9位。投票者からは、どの写真もイケメンすぎる、ダントツでなりたい顔という意見が集まったこの選手は、阪神タイガース熊谷隆弘。2018年から阪神でプレーし、主にダイソーや守備固めなどユーティリティな役割で活躍。昨年サヨナラ打を放った際には、コラコデーで一番顔のいい隆弘が決めてくれたとまで指揮官に言わせたほどで、彼の顔立ちは女性からも人気だが男性人気も高いようである。続いてなりたい顔ランキング8位。投票者からは、帽子かぶってても脱いでも爽やか、イケメンすぎて衝撃を受けましたという意見が集まったこの選手は、埼玉西武ライオンズ森脇涼介。2019年にプロ入り、ライオンズに欠かせないリリーバーとして活躍を続けている投手。社会人野球からの指名で、入団時からすでに2児のパパだったこともあり、ファンからは森脇パパと呼ばれている。また投票者の意見の中には、ちゃんとパパしてるという意見もあり、まるでプロ野球界にはちゃんとパパをしていない人がいるような言い方だが、お父さん像としても憧れの持てる選手ということだろう。続いてなりたい顔ランキング7位。投票者からは、イケメンなので憧れてしまいます、水も滴るいい男という意見が集まったこの選手は、千葉ロッテマリーンズ藤原恭太。大阪桐蔭高校時代には現中日根尾明らとともに甲子園を沸かしたスター選手だが、そのマスクでもファンを魅了。見られる仕事ということで、さまざまな化粧水や乳液を試すなど美容にも貪欲とのこと。また投票者の意見の中には、ロッテの背番号1に似合う選手という意見もあり、まるでロッテに背番号1がふさわしくない選手がいたような言い方だが、重要な背番号を背負うことも任せられるほどの選手ということだろう。続いてなりたい顔ランキング6位。投票者からは、可愛すぎてビビる、今すぐモデルになれるパーツの整った小顔という意見が集まったこの選手は、オリックスバファローズ山崎総一郎。吹田の主婦という愛称でも知られる彼だが、グラウンドでは最速160キロのストレートを投げる剛腕リリーバー。意見にもあったように、190センチの高身長にもかかわらず、顔は小顔であっさりとした顔立ち、女子受けも抜群で、やはり男性人気も高いようである。続いてなりたい顔ランキング5位。投票者からは、女の人に負けないぐらい可愛い、ハムファンだが可愛いが過ぎるという意見が集まったこの選手は、広島東洋カープ森下正人。2020年から広島でプレーし、先発ローテーションを守り続けている森下。整った顔立ちは可愛いと評されることが多く、整いすぎていて似
似顔絵が似ないとイラストレーターにまで言わしめるほど。投球の瞬間はものすごい形相になる選手も多いのだが、森下はこの通り、投げる瞬間も整い続けている。続いてなりたい顔ランキング4位、投票者からはそこら辺のホステよりイケメン、抱かれるなら男やめるという意見が集まったこの選手は、オリックスバファローズ山岡泰介。鋭く変化する縦スライダーを武器にオリックスの先発ローテーションとして活躍する山岡。野球選手に見られたくないと話す彼は、ファッションや髪型へのこだわりも強く、おしゃれへのプロ意識も超高め。やんちゃっぽく見える部分もあり、そういった要素も男性から多くの支持を集めた模様である。それでは残すは上位3名に、なりたい顔ランキング3位、投票者からは穏やかさにあふれてます、9時間残ったイケメンという意見が集まったこの選手は、福岡ソフトバンクホークス坂東悠吾。昨年はプロ初完投、初完封も記録し、先発リーフとフル回転の右腕。チームメイトの柳田悠岐からも男前というあだ名で呼ばれているほどだが、柳田は純粋に彼の名前をしっかり覚えていない様子。顔立ちはプロ野球でもトップクラスの整いっぷりであり、男前なのに口調が激しくないこともあって、男性からも憧れる顔のようだ。それではなりたい顔ランキング2位、投票者からはワイルド系イケメン、イケメンというより男前という言葉が似合うという意見が集まったこの選手は、中日ドラゴンズ祖父江大輔。プロ入りから一度も先発経験はなく、リリーバーとして長年ドラゴンズを支えている祖父江。彼のマウンド上での相手をにらみつけるような目つきは眼光ビームとも呼ばれており、ビームにハートを貫かれた女性も少なくないが、多くの男性も魅了されているようである。ちなみに登場曲はルーキー時代から TOKIO の空船を使用し続けているが、チームメイトからはソブエメンバーと呼ばれることもあったそうである。そして残すはランキング1位のみ、視聴者からはイケオジの代表格、男気が溢れ出ていると評されていたが、果たして並み居るイケメン男前を押しのけ、なりたい顔の頂点に立った男とは。埼玉西武ライオンズ栗山巧。ライオンズ一筋22年目のベテランが見事なりたい顔ランキングの頂点に輝いた。若手の頃からイケメンで知られていた栗山だが、ベテランになった今は演じ組みが増し、渋さあふれる男前に。酸いも甘いも知ったイケオジとして男性からも多くの支持を集めてみせた。ちなみにこちらは票こそ入ったものの、惜しくもトップ10入りを逃した選手たち。イケメンから可愛い系、渋いベテランや助っ人まで、バラエティに富んだメンバーが集まりました。というわけで2023年度のプロ野球選手なりたい顔ランキングは以上の結果となりました。コメント欄で皆さんのなりたい顔もぜひ教えてください。もみじおろしをひとつまみ入れろ、ポン酢に混ぜ合わせてさあ風味食います。